Hey guys, what's going on? Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、みなみです。今日は私たちが買ってよかった、ベビーグッズっていうのを、この動画で10点、紹介していきたいと思います。こういう動画ってね、本当にたくさん出てると思うし、みんなそれぞれね、使ってよかったものっていうのが本当違ってくると思うんですけど、まあ、私たちが使ってよかったっていうものを10個紹介していきたいと思います。私のチャンネルをね、よく見てくれてる方は分かると思うんですけど、私たちはアメリカに住んでいるので、まあ日本に住んでいる方はまたちょっとね、違ったものが、使いやすいとか買うものとかも変わってくると思うので、アメリカに住んでいる方でこれからね、ママになるよっていう方が、いれば、ちょっとね、この動画を参考にしていただけたらなと思います。まず一つ目、がバシネットです。これもね、日本だと多分場所を取っちゃうということで買わない人が多いと思うんですけど、私たちはこのバシネット、マイケル のおじさんおばさんからいただいたものなんですけど、本当に買ってよかったと思います。結構大きくて、私たち2階建てのお家に住んでいるので、ちょっと上に持ってきたり下に持ってきたりっていうのを最初の方していて、ちょっと大変だったんですけど、まあ、今はもう私たちの部屋の中に、そのバシネットを置いて、そこでレオを寝かせているので、後ろにあるね、ここ一応レオの部屋なんですけど、全然使っていなくて、本当にレオの物置って感じで、ドレッサーの中にレオの服とか、クリブもねあるけど使ってはいなくて、まだね、今は本当にバシネットで、レオは夜寝てます。でそのバシネットも、トラベル用のものを買ったので、折りたたみもすぐできて持ち歩きもできるので、ちょっとバケーションとか泊まりに行くとかってなった時にこれぐらいの袋にね、折りたたんで入れられるので、まあコンビニちょっと大きいんですけど、これぐらいの袋に、入れて、持っていけるので、結構私たちは、気に入って使っています。はい、2つ目がバウンサーですね。もう本当に毎日のように使っています。何もしてない時とか、結構もうミルクも飲んで、落ち着いた時はこの、バウンサーに乗せて、もうそこでね、ゆらゆらさせたりとか、足でこう動かしたりとかもできるので、結構なんだろう、本当に便利です。私たちがね、洗濯物畳むとかテレビ見たいとか、本当にね、何かしたい時にこのバウンサーと私の足があればこうね、動かしたりとかして、その中で寝てくれたりとかもしてくれるので本当に助かってます。多分ベビービョルンの、バウンサーを持ってる方が結構多いと思うんですけど、私の周りにも結構ね、そのブランドのものを使っている方が多くて、まあ、私はちょっとオフブランドのもの、可愛い色があったので、これを使っているんですけど、これもね、折りたたみができて物とか持ってきたりとかもできるので、本当に買ってよかったなって思ってます。でね、そのバウンサーの、上に の布のやつも取って洗ったりもできるので、私たちの場合白なので、もうね、何回もレオがちょっとうんちを漏らして、バウンサーを洗わなきゃいけないことがあったので、すぐ洗えるので、それもいい点だなと思います。3つ目がラウンジャー。日本語で何て言うか分からないんですけど、英語ではこのラウンジャーって言って、なんだろう、多分有名なブランドだとドカドット、このラウンジャーとっても便利です。このラウンジャーをリビングではレオが寝た時にこのラウンジャーで寝てもらってました。次がこのサウンドマシーン。はい、これはなんだろう、これがなくても、まあ、YouTube とかで音を流すこともできるんですけど、これまあいろんなところに持ってって、すぐ充電もできるし、結構充電 の持ちも長いので、これだけあればね、本当に使えるので、これ音がね、こうやって音量を上げたりと下げたりもできて、本当にシンプルの機械で、波の音とかザーっていう音とか、いろんな音があるので、これを使って、レオを寝かしつけてます。次が、はい、抱っこ紐です。はい、私たちは、抱っこ紐はいいのを買ってベビービョルンのものにしました。これは、私たちが買ったのは、はい、一応新生児から15キロ、まで使える、タイプにしました。マイケルは本当にこれ買ってよかったねって、私これ日本で買ってきたんですけど、本当にこれにレオを入れればすぐに寝てくれるし、アメリカでは結構カーシートをこうやってバッグみたいに持っていろんなところにね連れてく親が多くて、まあ、そのカーシート自体をカートの上に乗せてカートを押してる
母さんとかもいるんですけど、やっぱりね、あの重いのと、そんなことしてるより私たちはこれを使って、レオをね持ち歩いたりするのが好きなので、クレイの散歩行く時とかもこれ一つでね、あのレオを連れて行けるし、レオもすぐ寝てくれるので、これがあって本当に良かったと思います。はい、そして次が、スワドル。このスワドルなんですけど、まあおくるみですね、多分結構まあおくるみって言ってもタオルでねこう自分で巻いて、やる方が多いと思うんですけど、私たちはそれだとね、なんか私たちのやり方が悪いのか量がすごく強いのか、なんか夜中起きたり起きてみるとそのおくるみがちゃんとなんかこう巻いてなかったりとか、緩くなってたりとかしてるので、してたので、もう私たちはアマゾンでこの可愛いこれねプーさん柄なんですけど、ベルクロタイプでここにね足入れて、これでもうパチンパチンってもう勝手に何だろう巻くだけでやってきちゃうの でしかもほどけないから、これは本当に最初の2ヶ月までは毎日夜これをつけて、寝かせてました。はい、そして次が、英語で言うバービーなんですけど、まあ、日本語で言う授乳クッションですね。おっぱいあげてなくても普通にミルクあげるとき、ボトルをあげるときもマイケルはこのね、授乳クッションを使って、レオを寝かせて授乳したりとかしているので、これはなんだろう、レオも多分居心地がいいのと、あとはタミタイムやるときも結構あの使えるので、はい、これはね、買ってよかったなって思います。はい、7個目がこの爪切り。私はこれ、こういうタイプのものはね、やっぱ日本の方が、日本製のものの方が多分使えると思ったので、私が日本にね一時帰国した時に、こういう系のものは買ってきました。で、爪切りもこれは、赤ちゃん本舗で買ったもので、これはなんかここがね丸くなっていて、ここもね、ちょっとカーブされてるので本当に切りやすいんですよ。で、授乳してる途中に私はレオの爪を切ったりとかしていて、本当に赤ちゃんって爪伸びるの早いんですね。あの、私知らなくて、もう新生児もう生まれてすぐになんか、あ、伸びてる、めっちゃ伸びてると思って、もう数日ごとにあのこれ使って切ってるんですけど、これは本当に切りやすいです。そして次、これも日本の赤ちゃん本舗で買ったんですけど、このガーゼタオル、ちょっと外出するだけでもこれをね何枚かカバンに入れて、もうなんかよだれとか、あのゲップのタオルとか、あとはなんだろう、お風呂入るときにこれを濡らしてね、頭洗ってあげたり、顔を洗ってあげたりとか、もう濡らしてお腹に乗せてあげたりとか、本当に使い道がいろいろあるので、あのね、これは本当に買ってよかったと思いました。はい、そして最後になるんですけど、最後は、このシャワーヘッド。はい、これもね、日本のシャワーって室内だし、椅子もあって座りながら、赤ちゃんをね洗ってあげたり、お風呂を入れさせることができると思うんですけど、私たちの、まあ、アメリカのお風呂はまあ、お風呂とシャワーが一緒になっているか、あとは、まあ、私たちの寝室にあるのはバスタブとシャワーが別なんですけど、シャワーヘッドがないとこう洗えないから、まあ、最初の方はコップとかボールでねこうやってあの洗い流したりとかしていて、ちょっと面倒だったので、いろいろ探したらこれがちょうどよくて、これはなんだろう、ここの部分を、このゾウさんの部分をお水に入れて、こうやってこのボタンを押すだけでシャワーが、水が出てくるので、これでね頭洗ったりとか体を洗ってあげたりとかっていうのがね簡単にできるので、しかもまあもうちょっと大きくなってからも、お風呂のおもちゃとして使えるかなと思ったので、見つけてよかったなと思って、はい、お風呂タイムに毎日使っています。で、アメリカに住んでいるお母さんでね、あのお風呂入れづらいなと思ったら、ちょっとこれ買ってみてください。はい、ということで、10個私たちが買ってよかったなと思ったものを、紹介させてもらいました。下の説明欄のところに私たちが買ったもの、Amazon リンクを載せておきますので、ぜひ興味ある方はね見てみてください。いろんなものを買ってみて、本当に一番ね使ってよかったと思ったのがこの10個だったので、まあ、もしね他に、今後量が大きくなるにつれて、まあ、こういうねあのものもすごく良かったよとか、使ってみて良かったよっていうの
ていうおすすめのものとかありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。少しでも参考になってくれたらなと思うので、最後まで見てくれた方はありがとうございます。では、Thanks guys so much for watching. Make sure you guys like this video. Comment on my video if you guys have any questions. And subscribe to my channel if you guys are new here. And I will see you guys in my next vlog. Bye guys!